陰謀未確認生物、進化異次元消えた大陸ラーメン地球未確認総物化都市伝説黒幕おにぎり秘密兵士黒,のーー黒の学楽天宇宙人月夜野などこのコーナーでは世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんに招いて検証してい デ・ロングさんんが話題にななっていいるととううことでそうなんでそすよちょっと取り上げてみようかなと思いましたけどまあでもこの「Blink182」もすごいですよね全世界でアルバムの売り上げ総数2000万枚以上ということでね、えー、90年代の後半から活躍しているバンドですがここのボーカリストの、うんはい、トム・デロング昔から UFO 好きだったんですってねこの人はね、うん、ずっとあのツアー中も UFO の本ばっか読んでた、えー、ということなんですけどかなりのマニアだうにも大好きというね、えー でここ数年、このトム・デロングがやたらいろんな UFO 系の番組のポッドキャストとかラジオなどに出演していていろ、え、い、ー、ろ UFO についての話をこうしていたんですね。でなんかすごいこう,こうはっきりしたこと言わないね、どれもねあのこうちょっと情報を握ってるみたいなことをずっと言っていてただ結構あの、まあ、UFO の専門家たちからは。 あ,のあんま相手にされてなかったんです、トム・デロングって、えーまあ、なんか言ってるよみたいな、ね、感じで、何もその具体的なことを今まで言わなかったので、えー、相手にしていなかったんですが、昨年、ですねウィキリークスがのヒラリー・クリントン大統領候補の、えー、選挙対策責任者であるジョン・ポデスタの E <laughs> メールを公開しましたね、その中に、ジョン・ポデスタとこのトム・デロングの通信があったんですよ。はい トム・デ・ロングがその UFO 現象についてミーティングをしたいと、これに対してもポデスタも、えー、返信をしていて、うんえー、はっきりはしないんですが、2015年、ミーティングを行っているような感じの、ねえー、メールも中にありました、うんまあ、ちなみにこのジョン・ポデスタというその、えー、クリントン大統領候補の、えー、選挙対策責任者はです、ね、もともと UFO が好きで、UFO 情報を公開したいというふうに言ってた人なので、うんで このこのリークがあったときに、まあ、結構、UFO 専門家の間ではをちょっとこのあのあトム・デロングすごいんじゃないみたいなうん、うん、この中でちょっとあのトムがあの紹介したい人がいるとか言ってその人がジェネラル・ウィリアム・えー、マッカスランドってこの人はあのいわゆる空軍のかなりこう高官の人で。<ー>えー、でまあ,あの あのー、エリア51なんかに関しても詳しい人だったので、うん、これはちょっとトム・デロンが本当に何か情報を握ってんのかもしれない、えー、そんなだって、ね、クリントン大統領候補の高官とイ、e、メールで秘密裏に秘密裏にというかこれ一般には話せない話なんだけどみたいな、はい、メールでこうやり取りがあったので、えーえー、注目されたんですね。でそんな中 ついにですね先日彼の新しい会社が発表になりました、えー、会社名が To the Stars Academy という会社で えこれ3つ部門がありまして、1つはサイエンス、これ、コンピューターを使ったテレパシーとか UFO 現象を研究する部門、あと意識の研究をする部門ですね、もう1つがエアロスペースという、これはえ反重力とかレーザーを使っての宇宙船の開発、うん、そして最後がエンターテインメント部門こ、こっちはまあ本とか映画とかグッズの制作をするという、その3つの部門を抱えたえ会社を発表したんです、うん。まあこれだけ聞くとまあ何とも言え,ねえなないう感じなんですが なんせこの会社に携わっている人たちがすごい、えー、トム・デロングが社長です CEO ですで副社長がです、ね、ハルプットノフ博士というこの人はレーザーが専門の物理学者であの80年代に CIA がスポンサーとなり立ち上げた SRI インターナショナルの元トップなんですねでテレパシーとかリモートビューイングの研究家として非常に有名な人なんです えー、それからスティーブ・ジャスティススティーブ・ジャスティスはですねロッキード・マーティンのプログラムディレクタースカンクワークスですよもうロッキード・マーティンといえばね F22 ステルスファイターを作ったり、えーえー、エリア51を運営している会社ですからね、うん、そこのプログラムディレクターかこの人もかなりの好感ですそれからジム・セミヴィアン、えー、セミバン、えー、この人は元 CIA の好感、えー、クリス・メロン この人はです、ね、クリントン・ブッシュ政権時代の情報担当国防次官補代理だそうですエリア51にも勤務していた人ですそしてルイス・エリゾンドこの人は、えー、元 CIA この他にも何人もの学者たちが、えー、この会社に関わっているということが発表されましたまあとにかくその,あの、まあね、トム・デロングはだって言っちゃえばロックスターですからねそのロックスターを代表として これだけの,その元 CIA、えー、そして DOD、それから空軍、えー、あとまあ物理学者、えーあの、ノーベル科学賞の候補になったような博士も名前を連ねている、すごい会社だなということで、えー、注目されているんですで。なんでこんな会社を設立することになったのか、えー、トム・デロングがですねインタビューで説明しているんですが、この説明がまた。 なんとも言えない説明なんですが、彼の話によると、えー、UFO 現象の研究をこう重ねていたところ、彼はあることに気が付いたと、でこのあること、なんだかは言わないんですよ。ね、そのあることをテーマに、フィクションの本を書いたところ、アメリカ政府のある組織が、えー、彼をペンタゴンに来いと、えー、呼んできたと、ねで、これも何の組織なのか言わないで,でペンタゴンに行ったそうです。で、2日間尋問されたと、でなんで君はこんなことを知っているんだと言われたと。 でトムは、えー「これは公開しないといけないぞ」というふうにその人に言ったそうですそしたらその政府機関の方からですね「我々もそうしたいんだがどうしたらいいかわからない」でトムは「僕にはアイディアがあると」とこういう会社を立ち上げて徐々に発表していけばいいじゃないっていうふうに言ったところ「なるほどそうか君にはたくさんのミレニアルのファンもいるから力を貸してくれ」と。 言われてまあ力を貸してもらうりにいろんなやつを紹介してあげるからって言われて、えー、いわゆるその UFO 現象について本当のことを知ってると言われている、えー、まあ学者なのかこれも誰なのかは言わないんですけどいろんな人たちを紹介されていろんなものを見せてもらったとその政府高官から。で、えー、まああのー それらのこう情報をこう全部得ていろ、えー、んな人たちに紹介されてで今回の会社を設立したということなんですけどちょっと話がさでかすごいのが今後その,その得たさっきのなんか科学者もその中に入ってるわけですねレーザーとかなんか、まあ、その科学者とかそういう人たちのからの,あの技術で、まあ、あ,のあれでしたっけ あの三角型の,の UFO と言われてる、まあ、あの秘密裏に作ってるというふうに言われてる戦闘機みたいなのが、はい、TR3B っていうのが最新型でどうやらあってはい、はい、それが、まあ、時空の構造をこう折り曲げる宇宙船要はそのジェットエンジンではない、うん、あのニューテクノロジーでもう一瞬のうちにこう移動ができるっていう。 YouTube で確か TR3B とか,なんか検索すれば映像も出てきますう三角形の,の飛行機で真ん中が丸いなんか球体があってそれが光ると突然消えてなんか瞬間移動するみたいなそれが,それがまあまあトム・デ・ロングいわく本当の戦闘機であってその技術を彼は教えてもらってこれから作るっていうのが。 あのどう考えても、まあ、確かにブリンク182は2,000万枚も売れました <laughs> 確かに <laughs>、まあ、夢っちゅ有名なアーティストなわけですけど、うん、で本当んに UFO 好きなわけですけどあのそんなあの技術大それたあれですよねことですよねそんな技術をえ君に 教えてあげるのみたいななそうなんですだ,、まあ、だからそのインタビューで、まあ、いろんなその物理の質問をされてもトム・デロングは俺は物理学者じゃないのさっぱりわかんないよ、うん、っていうわけですよ、えー、であのその TR3B ってこれまあずっとそのまあある種いい陰,謀陰謀じゃないですけどアメリカがはっきり発表してるものではなくてでも開発してるという噂がずっとあるものなんですねでそれの本当の映像を俺見せるからっって僕が見たインタビューでは、はい、その映像を出すんですが、えー、この映像が、うん もう明らかに CGI なんですよ、うん、その映像をこうもう作った人もあのこれはあの偽物で作ったんだよねって言っているぐらいで、まあ、あのそ,そういう、ね、偽の発表があるからって必ずしも偽物とは限らないんですけど、まあ、でも誰が見ても非常にお粗末な TGI の CGI のこう制作のあれで、うん、それは本物だというふうにトム・デロングさんは言い切るんですね。うん でも確かにこういう噂が流れていて目撃はたくさんされてるわけですよこの三角形っていうのはだから、うん、あのフィニックス・ライツっていうあの有名なう、ね、もうどでかい三角形の飛行船があの、ね、アリゾナの,あのフェニックスで現れたみたいなあベルギーの方でもそれがこう出てきてだから散々目撃されているので、うん、そういう、まあ、戦闘機はもう 開発されてるんであろうっていうのは確かに分かるんですけど、うん、だからそれをまあこれからトム・デ・ロングは開発していくのであればそんな、うん、あのだったらもっとちゃんとした自分で撮影したちゃんとした映像を出してほしいなっていうふうにまあ一つ思いますよね。うんうん、ねそんなな CG みたいな のではなくでもっとじゃあそのインタビューの中であのも,うもう一つそのじゃあ科学者と一緒にインタビューをして、まあ、本人が、まあ、雇ったというふうに言われているこれから開発するかと言われている科学者もあの出してあの具体的にどういう、うん、あの仕組みでこういうこの戦闘機が動くのかっていうのを、ねうん、彼が分かんなければ、うん、その。 ねえ、うん、あの専門家をと一緒にインタビューするとか、そういうのは、まあ。まだそこまで言ってないわけなので。だかまあ、夢の世界ですよね。もう僕たちと変わらないわけですよね。いろ,いろその、なんていうんですか。ufo の本を読んだりとか、あのー。 そういう,こう話はするんですけど彼の,その個人的に見たというかその一般に要するに出ていないような話っていうのは一切しないで言えないっていう言い方をするんですけどまあ今のところまだ言えないという言い方をするんですがだから結局具体的な話は 出てこないんでですすよねねゼロですね、えー、ただ、まあ、彼の話をなんとなくこう示唆しているのはあのやはりその、えー、UFO は宇宙人の乗り物で,、うん、でこの宇宙人というやつらは悪いやつらだと、うんね、で危ないんだと地球はでそれに対して、えー、何かしらの,その防御を今からしないと大変なことになるというようなことを示唆するようなことを 言っているんですね。ね、ちょっとまあ僕もずっとその UFO 関係の書物大好きでずっとこう読んできたんですけど、あのやっぱりその専門家たちの見解としては、あの宇宙人と UFO 現象またこう分けるんですね。あの UFO イコール宇宙人ではなくて、UFO っていうのはまあ。 あの現象としてあるんだけどそれが宇宙から来ているっていうそのえまあ物理的なエビデンスは何一つないわけですよ今のところまあいろんな説はありますけどねただ UFO 現象っていうのはあのエビデンスはたくさんあるんですね。普通はそういうい UFO に興味持っている人はそういうふうにこう分けることが多いんですがやっぱもう宇宙人って言ってるところで個人的な話ですけど僕はちょっとトム・デロングの話をちょっと信じられないなっていうのとまあ,まあ一つ僕もだから可能性としてだからその軍関係の人たちとかもっと CIA とかなんかそういう結構お偉いさんたちも集めてそういう話をしていて、うん、あの,その今新しくこう 開発中のこう時空の構造をこう折り曲げる宇宙船っていう開発これから僕も出していくんだみたいなことを言ってますけどそうだってね悪い宇宙人がこう攻めてくるのをこう守るためみたいなもうあ,のある意味そういうところを煽ってまたあれですかあのねあの冷戦時代のソ連からいやあのテロリスト集団に対してのえ防御 で次はは今度はじゃああの悪いエイリアンだと、うん、だもっと、えー、軍事にお金をまたつぎ込まないといけない、うん、こんなすごい技術を持ってるんだから、うん、我々はこれは開発しなきゃいけないんだ、うん、みたいなことでなんかこうなんか煽ってさ もっとあのあの軍のさ予算を上げようみたいな。コンタも裏にあるのかな？みたいないわゆる情報拡散というか、ディスインフォメーションキャンペーンの一つなんではないかっていうね。だからそ、ね、そこでだから、あのみんなが文句言わないように、もっとやっぱり軍にお金があのつぎ込まれるのをさらにこうなんか言わせないために、そういう風うにデロン語。 使にしても不思議なのがそれで「ブリンク182」を選びますかねスポーツマンとして。トム・ゼロうさものすごい CIA とかがいろいろ情報操作をしようと思って選んだのがロックスターっていうね非常に違和感を覚える部分がでもっとだってあんまりこの人ってさあれですよ他ののなんていう マスメディアにはあんまり相手にされてないじゃないですか。うん、まあそのユーチューブとかそういう世界の中であのいろいろなあの人たちにインタビューされてるんだけど、だから大手は。 彼ルをそんなにインタビューしてないじゃんです、ね、まあちょっとそのポデスタのメールが出たのと今回のこの会社を立ち上げたときにやっぱりその会社に入っている人たちがかなりの、えー、いわゆるこうまああのー、なんていうんですか交換が多かったんでね CIA の交換が多かったので、うん、それ自体はちょっとマスメディアではニュースになりましたがトムデロングさんのその UFO に関する話とかはやっぱりマスメディアはピカとしてますね折り曲げる宇宙船です <laughs> <laughs> も,もうももうすごい話だい,いやもっと大々的に こうニュースになってもいいんじゃないかなみたいなところありますそ、ね、れだけその元 CIA の人がいるっていうのはまあ完全になんかのその情報作乱のためのこうプロジェクトなんだろうなっていうふうに僕は見ますけどそれにしてもトム・デロングを選ぶかなっていうのはすごく違和感があって不思議な話だなと思うんですよねトム・デロングさんはいすごい会社を立ち上げて時空の構造を折り曲げる宇宙船も開発するというふうに、うん 発表してです、ねえー、結構騒ぎになっておりますがどうやらちょっと騙されてんじゃないかというふうに思う次第で1980年代に同じようなことが起きた方がいてですねはい、はい、アメリカでああのまあ、UFO を研究している方がいましてですねまあいろいろ研究している中で、あのー、ある。あのー 組織の方からこう連絡があって、あそこまでしこ,うこういう情報をちょっと上げようかみたいな、実はこういう、えー、軍ではこういう宇宙船を開発してて、あとはこういうエイリアンと我々コンタクトをしてんだみたいなことをこっちから言われて、うん、今度は別なところからまたさらに別な情報をいただき、どん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 ちょっとずつこう情報をもらって、わわ、すごいなんか裏情報をなんかいっぱいもらって、これは確実にあの軍はなんか、あのー、 で宇宙に行けるなんかすごい UFO みたいな宇宙船持ってるしなんかエイリアンとなんかバトルしてるしみたいなことをさんざん言われていろいろちょっとずつメディアに取り上げられるようになっていざなんかこうあのディスクロージャーですか発表するっていう話になったらあの周りについていたまあ本当にトップクラスの,の,の CIA 関係の人たちがあのまあね情報をあ伝えし 出してくれた人たちが一斉にさっと消えちゃったみたいなことがあってですねその方はだから結局、その後のノイドーゼになって自殺してしまったという、うん、あの事件があったわけですけど、うん、だからあのトム・デ・ロングの,この話とか聞いてるとそれにそっくりだって言ってる方もいてこのまま大丈夫かあのいざ会社立ち上げました、うん、じゃあ何々しようって言った途端に。 あのね、結局何も出てこないっていう,う、うん、なってしまうのではないかともうずっとありますよねのまあその90年代のディスクロージャープロジェクトのスティーブン・グリアーもおそらくそうだと思うし<ー>、えー、もうちょっと最近だプロジェクトキャメロットというところがあ,まあそこも何かそのいわゆる CIA やその情報機関からこういう情報があるんだよって言われてそれをこう鵜呑みにして、うんえー、いろいろ惑わされているんじゃないかというふうに言われていますけどまあ アート・オブ・ウォーという、えー、本があるんですが、これ中国の紀元前500年頃に書かれた日本語で孫子という本らしいんですけど、はいまだに CIA ではそれ、あの全員読まされるんです金融,金融の世界もあのみんなこれ読んでるらしい、あの<ぇ>ウォール・街イという映画であのマイケル・ダグロスがいわゆる金融ブローカーの新人のチャーリー・シーンにお前、これを読めって,て勧めた、有名な本なんですね。 でこの本を読むと要はその戦いの形の基本というのは、まあ、ストレートに正面から戦う時とあとディセプション欺くことのこのコンビネーションによってどんな戦いも勝利に導くことができるというふうに書いてあって、まあ、要するに情報戦でいうと嘘の話と本当の話をいろんなタイミングで織り交ぜることによって目標を達成できるという。 試合はずっとそういうことをやってる嘘の話と本当の話を織り交ぜることによってある人の信用をなくさせたりある人をこう信用させたりとね、うん、えですからまあそういう匂いがプンプンするなと思うんですけどやっぱりなんでトム・デ・ロングなのっていうのはすごい僕違和感を覚えます、ね、たまたまいてだものすごい彼はもう、うん、あのあれじゃないの結構純粋でさ、うん、も,うものすごい あの大好きで、このバンドをやる前から興味があってっていうところじゃないのかな。うんうん、いや何、まあ、何がしたいんでしょうね、そんな、その例えばトムデロンゴ。いや、だ、まあ、トムデロングっていう、どう、一人の。あの、まあ、著名人を使って、うん、まあ、まあ、錯乱させるっていうわけですよ、だから、うん、その多分。 あのフェニックスの光で飛ばしたその戦闘機みたいな新型だからまあちょっとずつ漏れるわけじゃないですかまあそ,のその辺でテスト飛行をしてるわけですからまあそれをこうなんかこう結局彼が出てきてこういう話で盛り上がってまあ最,初まあ最終的には多分あれでしょうねこうどん底に落とされちゃって。 ったらめだトム・デロンが出したことは全部でたらめだったんですよっていうふうにまあ知らしめてまあ本当にあった情報もその中に一緒,一緒に埋めてしまうと、うん、本当の戦闘機は、うん、まあ多分だからこのままあの秘密として終わってしまうっていうノリなんでしょうかねどうなんでしょうか。でもそのうち大体まあ あの新しい戦闘機って開発されて出てくるわけじゃないですかうん、うん、だからそのうち分かんないですけどあのステルスもずっと秘密にしてて最終的にはまあ発表してレーダーを弾くっていうか、うん、見えない飛行機が実際にありましたみたいなことになるのではい、はい、でもこの戦闘機がいつ発表になるかっていうのが実際にあるのかどうかこんながまあすごいものは多分は開発してる だと思いますけどね、うん、でもこのぐらいのものを発表しちゃったら、あのー、ひっくり返っちゃいますから、ね、世の中がねうん、うん、だから石油産業とかなんかも一切いらなくなっちゃうので、うん、だからこれは。 なかなかでも、まあ、今の時代だって別にさ、うん、石油産業に関してもまあどんどんフリーエネルギーの方にこう移ってるわけですし、うん、今までとはちょっとまた違うじゃない,その低いみんなその石油産業はだ新しいエネルギーを牛耳、ね、ればいいだけのことだったりもするわけじゃないですか、ねうん、だからなんか不思議だなと僕は思うんですけどね。 でもまあ前からそうなんですけど UFO 現象について宇宙人って言葉が出てきたらやっっぱちょっと警戒した方がいいなっていうふうに僕は思いますけどね。<laughs> あの やっぱ UFO 現象は UFO 現象でまたこう別のものだと思うので軍が何か兵器を作ってるるていうのはまた別の話なんですけどそういうのがごちゃごちゃになってるところでも怪しいなというふうに,個人的には思いまますけどねまあ当然、で大体こういうの出てくるのっていうのは誰かも言ってましたけど大体アメリカだとうん、うん、ヨーロッパやら南米やら、まあ、あのカナダのなんなん総理,総理で,す誰でしたか副大統領みたいな人が。なんか 実際にエリアンの存在ありましたね、あのー、あ結局でもその情報もアメリカから出てきて、うん、まあ中国やら、まあ、他の国っていうのはこういう、うん、なんかあのちょっとしたあの情報が漏れるみたいなことはないわけで、うん、結局毎回こういうのっていうのはアメリカっていう国からこう漏れるっていうので。 ななんか怪しいなやっぱりこう、うん、まあアメリカがもう世界の軍をもう牛耳ってるみたいなことを言われてるのでそ必ずこう軍関係と絡んでこういうのが出てきて、うんうん、なんかあの武器にもっと金をみたいなそう,そういうところが匂いますけどね、うんうん、だから本当にあの,あのレーガン大統領もね昔演説の中でもっと地球人は エイリアンが攻めてきたら地球人はもっと仲良くなるでしょう,みたいな、うん、う冷戦なんか吹っ飛、ね、んじゃうぞみたいなところからやっぱりアメリカっていうのはとにかくあの軍にもっと力を入れてだからこう危ないもしかしてね危ないエイリアンが来るかもしれないみたいなそ映画なんて全部そうじゃないですねあの大体あの ET 以外に いいいいいいエリアンはあんまり出てこななじゃない、うん、だた、まあ、悪役が宇宙から来て地球人が戦わないといけないっていうそういうマインドコントロールは完全にしてますボン・ブラウンが言ってましたからねそのまあ最後は政府はこのあのあの宇宙人が攻めてくるっていうフォルスフラグ要するに嘘の情報を流してみんなをコントロールしようとするから<ー>宇宙人が攻めてくるってっ絶対信用するなっていうのを。 ボンンブランは言ってましたけどね大体、ほとんどのハリウッド映画とかなんかって最後にあのクレジットが出てくるわけじゃないですか、うん、誰々協力とかさ。大体、ああいうのってもう軍関係とか CIA、ね、とかがめちゃくちゃ映画に協力してますからね。おおねものすごいだから、うん のね、トップガンのニューバージョンも出るんだっけ？なんかそういう話題もあるけどさ、うんうん、トップガンなんて映画なんてもう完全にさ、空軍からのあのね許可とか協力を得て作ってたりとかさ、うん、かエクスタイルもね CIA が関わらないからたい、エクスタイルも CIA が、うん、協力を得てるからうん、うん、そういうところからお金を流れてなんか我々はね悪役のエイリアンの映画を見てさ、あ本当に来るのかな？トム・デラウングみやが言ってるようにさ、もうものすごい開発しないと怖いエイリアンが るぜみたいなところ。うん、いやなんかでも、キューブリックが騙されないのはトム・デ・ロングかよっていうさ。いいじゃないですま <laughs> まあまあそう若い人たち絶大な人気ですよね。あでも、そこかもしれないですね。の今の,その若い連中がもう抑えになってるわけですから、うん、我々みたいな。これからどんどんだましていくぞ。というわけで、そろそろ時間もなくなったということで。あ、結果発表しなかった。ごめん。<laughs>